面白くなくても聞け今日ね、ここにね来る前にね、名古屋で仕事をしててね、新幹線で10時半ぐらいにね東京駅に僕は来日したんですけども、新幹線のさ中でさ寝てる人いるじゃん、いっぱい。名古屋から1時間40分ぐらい寝てんじゃん、みんな。すっごいもったいないな。あんな面白いギャグ満載の電車なのにさ、もうなんかね、さすが、あれだな、最初に大阪と東京の間できたわけじゃん。だから大阪のきっと面白い人が作ったと思うのよ。大阪面白い人多いからきっとね。大阪の面白い人がすごいスピードで、東京に向かってギャグをし続けようと思って作った電車だと思うのよ、あれは。吉本とかが多分作ったんだと思うんだけども、あれは面白いな。みんなそう思わない？だってね、新幹線ね、特に僕の乗ったのはね、のぞみ号なんですけどね、のぞみ号は270キロぐらい走ってるんですよ。時速270キロで走ってるわけですよ。で、別にそれをさ、新幹線っていうメカが270キロで走ってるっていうのは、まあそういう科学なんだろうなとか思うだけだし、そういう電車なんだろうなと思うじゃないですか。中に積んである笹かまとかも270キロで移動してるんですよ。ものすごい面白いじゃないですか。テレカとかね。ああいうのも。いやいや、だから、ね、そうなんだって。例えば今これを浜松ぐらいで聞いてる人は、例えば家の近くに新幹線通っててぼーっと見てると、のぞみ号がいつものようにこう270キロで右から左にピャーンと行くじゃないですか。ね。だけど、あれを新幹線はもう見慣れたからちょっと消してみろ、頭の中で。笹かまがお前270キロで、スオーンって走ってて、イラブの倍ぐらいのさ、イラブが笹かま投げたってお前投げにくい形だから、120キロぐらいとかしか出ないし、あ、東京駅でキャッチしたら刺さるよな。ミッドで取るかどうかわかんないけど、そういうもんですよね。で、うんことかすんの大好きな新幹線で、うんこしてるじゃないですか。そういう時に、ああ、今俺のうんこは270キロ出てると。ね。しかも、肛門から3割出たまま270キロ出てると思うわけですよ。で、うんこしてるときにね、こう、和式便器にこう、なんていうか、うんこするスタイルで座るじゃないですか。ね。ぐっと座るじゃないですか。ジャイアンツの村田真一よろしくね。座るじゃないですか。座ったときに目をつぶるんですよ。そうしたときに、新幹線を忘れて、俺は、トロッコの上に、便器だけがついてるものの上で、うんこをしてると、思ってみねえ。笑い止まんないよ、お前。ほんと、今日は機嫌よく番組行くぞ。いや、ほんとね、すごいんだよ。こうさ、自分が新幹線の席に座ってるじゃん？座っててさ、横のところをさ、日本食堂のワゴンかなんかがさ、こう進行方向に向かってお姉さんがニコニコ笑いながらさ、こう笹かまとかさ、ポポリとかを乗っけてさ、ね、いや溜めることはねえんだけど、ポポリとかを乗っけてこう通ってる時に、あれは俺の目線基準で見てるから、多分ワゴンが移動してる速さなんか大したことなく見えるじゃないですか。多分俺の肉眼で時速1キロ行くか行かないかぐらいで動いてますけども、実はあれは時速271キロで、ポポリが移動してると思ったら、そらポポリ買うさ。食べるさ、どう考えたって。たまにさ、逆向いてるやついるじゃないですか。逆に時速1キロってことは、それでも169キロで走ってるわけだから、それも後ろ向きにね、後ろ向きに、マイケル・ジャクソンのムーンウォークのものすごいスピードのやつみたいに、日本食堂のワゴンを押してるわけじゃないですか。吠えていて横からこう、普通に声かけて、すいません、ポポリって言ってもすぐに止まれるでしょ？あれがすごいよな、なんかな。もう俺はね、新幹線大賛成ね。あと、のぞみ号が偉いね、その中でもね。ほら、こだまとか、ひかりは、特にこだまは、なんか結構気抜いた人じゃないですか。目とかもまん丸でなんかキョロンとしてて、なんか、はーい、走りまーすってぐらいじゃないですか。のぞみの顔見た？必死。もうなんか、もうのぞみ、もう長い目で見てくださいっていうトーンで、のぞみ走ってんですよ。歯食いしばってね。あれはもうね、頭が下がるね、もうね。すごいですよ。それはもうこれからはね、新幹線の時代ですよ。これから、今日からは。今日からはもう新幹線ブームですよ、僕の中では。もうね、ことあるごとに乗ろうと思ってますよ。で、今日見たらお前、新幹線ってさ、新大阪とか通るじゃないですか。まあ大阪ってもともと、もともと大阪ってのは元の国鉄の普通の在来線の駅だったのが新幹線ができたから、まあ在来線の駅にはまあ入れられないから、新しく大阪を作って新大阪って通ってるわけじゃないですか。新幹線の中でな、シングロモント売ってんだよ。多分あれは在来線のキオスクではグロモントが売ってたのが、もう新幹線ができて、シングロ、またベタネタかい、チキショなんだかもうよ。まあ、そういうことですね。まあ、とりあえず、ファックス今のところテーマを思いつかないんで開けっぱなしにしときますが。新じゃがもさ、新幹線が通るから、もともとはじゃがいも畑だったんだけど、新じゃがの畑に変えたのかな。あのさ、最終の新幹線が最終の望みなのね。まあ、新幹線はこの後もあるんだけど、まあ、俺はこだま新幹線と認めないから。最終の望みに乗ってきたんだけど、名古屋から東京までノンストップなんですよ。途中の新横浜とか止まらないんですよ。その望みはね。でいて、名古屋で乗って発車する時点で、自分の乗った車両は100席ぐらいあるのに、20人とか30人ぐらいしか乗ってなくて、残り70人分ぐらい空いてんですよ。どうせ別にだって空っぽで走ったってさ、そんなその、いっぱいいっぱいでぎゅうぎゅうで走ったってさ、そんなに電力とか、そんなに変わるもんでもないでしょ、きっと。したら土曜日の鮮魚売り場みたいにな、投げ売りしちゃえばいいのよな。街歩いてる人とかに、空いてるから空いてるから乗んない乗んない乗んないなんつってさ、いや、僕は今日、名古屋から豊橋までなんで、いやーいいじゃんお前最後にじゃあ、豊橋より安い値段で東京なんて、東京にこう、うわーおーなんて言っちゃって、もう家でお父さん得したなんて、20分ぐらい思ってから、あれって思ったりとか、そういうシステムつけてくれたら、俺もうな、一生懸命。乗るよ、また。なあ。ところで、一応、今日の番組の結論。もう結論？新幹線は偉い。先週さ、俺があれほどね、絶叫マシーンはダメだと。ね、あれほど言ったじゃないですか。絶叫マシーンなんていうものは、ね、ちょっと話は長くなるけれども、絶叫マシーンなんていうものは、ダメだと。短いじゃねえかよ。2文字じゃねえかよ。言ったじゃないですか、あれだけ。なのにね、まだあるよ。絶叫マシンが。先週の放送では僕が逆バンジーを京都でやりに行って、それがすごい怖かったって話したじゃないですか。それが OL クラブっていう土曜日の番組のレポートコーナーで、もともと俺はね、事務所からね、OL クラブっていう番組でグルメコーナーを担当しないかと。ね、で、いろんなところで美味しいものをね、食べて、ね、でいて、どうだ美味しいものを俺は食べられるんだぞっていう顔をした上に、ギャランティーがもらえるっていう、そういう仕事だって聞いたのに、京都にある逆バンジーに乗らされました。それでいて、逆バンジーがオンエアになった2日後ですか。ディレクターから電話がありました。いつも電話がないんですけど、突然と電話があって、伊集院君、逆バンジーすごい視聴率良かったよ。プツッ、ツー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 、切れたさ電話が。ね、なんだろう。こんな多めの言葉だけ独立してあるわけがない。テレビ業界はと思ったら、サマーランドにすごいのあったね。先週の水曜日で、まあ、数字が良ければもうすぐ次やりますよ。ね。でいて、サマーランドに、風神っていう風の人って書いた、風の人と書いて風神っていう絶叫マシンができて、すごく評判がいいから、それに乗りに行こうって言うんですよ。これがすごいぞ。サマーランドっていうのは俺の中では、俺が15年前に、そろばん塾の原田そろばんの遠足で行った時には、おっきなプールと大浴場があるという大変変わった、アミューズメント施設だったんですけど、最近ここ10年ぐらいで横に遊園地ができて、その遊園地のその風神っていうのに乗ろうと。で行って、まず行ったらプールがあるじゃないですか。で行って、そのプールの横を通って、で、遊園地部分へのアプローチを歩いていって、で、プールの出口ぐらいのところで、もうカメラ回ってますわ。で、ディレクターが、すぐ左目の前のところに、風神っていうのがあります。で、見たらもうそれが風神っていう絶叫マシンだってのわかります。したら、もう、予備知識を全然入れないで、見た感想をダイレクトにカメラに向かって言ってください。3、2、1、ガチャッと開けた。鉄塔？ただの。何の工夫もない。鉄塔？アラブでオイル掘ってるみたいなやつ。ね、オイル掘ってるみたいな鉄塔が、ズドーンって立ってんですよ。ただ鉄塔が。ほいで、鉄塔の真ん中から、ワイヤーがぶら下がってて、ワイヤーの先に、なんていうんですか、接続金具みたいなのがついてるだけのもの。鉄塔の高さがね、だいたい30メートルぐらいのがあるんですよ。で、さっぱりわかりません。それが、どこがアトラクションなのか、さっぱりわかりません。しかもその風神を乗るのに2000円必要なんですよ。2000円。風神乗り料は2000円。なんでなんだろう、あれが2000円っていうのは、もうさっぱりです、僕には。ね。もうとんとわからないっていうことで、近づいていきました。風神すごいさ。もう一番下のところにいるんだね。鉄塔のすぐ横に小屋みたいのがあるんですよ。僕はそれは石油泥棒が来ないように、オイルダラーが雇った人が見張ってる部屋だと思ったんですが、入ったら、ね、パラシュートで降りるときにつける、防具だけ。パラシュートのスカイダイビングをするときに身にまとう、ただのなんかこう、キャッチャーがつけるこう、プロテクターの、ちょっとでかいのみたいのがいっぱい置いてあって、それをもういやおうなしに装着なんですよ。もういやおうなしに、はい、つけたっていう感じですよ。もうつけられるわけですよ。でいて、あれおかしいなと思ったら、パラシュートがないんですよ。パラシュートがなければね、スカイダイビングはできないし、まして TOKIO は歌えないし、ねえ、もうその間抜けな状況ですよ。俺こと沢田研二にしてみれば、ねえ、もうどうしようっていう感じですよ。そしたらちょっと気になったのは、本来、その自分の背中のパラシュートがついてる部分のところに、フックがついてるんですよ。で、そのフックが観察するに、30メートルの鉄塔からぶら下がってる、ワイヤーの先っぽのフックと、どうも、夫婦らしいんですよ。なんかこう、なんていうんですかね、カップルなんですよ。お型と目型ってですが、オス型とメス型、デコとボコ、ね、小一と小二、ポップコーンで言うのはね、そういう状況になってるわけですよ。あれ、おかしいなぁと思いながら、そこに、背中にカチャンってそれを、こう、接続されて、で、こう、その時点では、なんていうんですかね、想像しかで、こう、鉄塔が30メートルあった。その上から、まあ、29メートルぐらいの紐が垂れてる。で、その先にフックがあって、そのフックが僕の背中とくっついてる。で、僕は、もう、ただの、もう言われるままにただぼーっと立ってる。ね。そしたら周りでつけてくれた係の人は、こう、はけるですよ。こうね、はい、装着完了とかって、ね、いやいや、装着完了とかってはけるですよ。はけたら、今まで自分がこう乗っていた地面が、ガックーンって下がっていきますよ。チューブラリンですよ。したら今度は、もう一本紐が、もう一本鉄塔が、こう、向こう側の鉄塔の方に繋がってる紐が背中に今度装着されるんですよ。そしたら、スタートって言うと、僕が引っ張られて、こう、大きなノッポの古時計の振り子、あるじゃないですか。あれ状態なんですよ。で、一番横まで引っ張られて30メートル上空に行くわけですよ。で、あとは、僕の背中についていた、その、引っ張り上げる方の紐、外れるだけ、振り子みたいに、ビューワーって言って、またそのままビューワーって戻ってくるだけなんだよ。で、これね、何が怖いって言ってもね、なんつうのかな。まだスタートっていうのは普通絶叫マシンっていうのは、係の人とかが、勝手にボタンを押し付けてスタートじゃないですか。違うんですよ。僕がもうその30メートル上空で背中をつられて縁日で売ってる仮面みたいになってるわけですよ。そしたら後ろの方にこうスピーカーがついてるわけですよ。そのスピーカーが。ね。ぶら下がられてる僕に聞こえるようにスピーカーがついてるところから、向こうの方から、なんかこう、係のおっさんが、何言ってるかわかんねえんだ、これが。もうスピーカーが近づいてわかんねえんだよ、全然。っていう、まあ、用意できましたか、もしくは、ようそろのどっちかだと思うんですけど、って言うのよ。でいて、用意も何ももうぶら下げられてるわけじゃないですか。僕は完璧にぶら下げられてるわけじゃないですか。そしたら、何も起こんないんですよ。何にも起こんないんですよ。僕はまだぶら下げられたままなんですよ、全然。ぶら下げられたままなんですよ。したら、後ろの方から、早くスタートしてください。早くスタートしてくださいって言われるの。早くスタートしてくださいって言われるのね。したらね、普通そんな怖い乗り物って、向こうが1、2、3、ポンとボタンを押してポンと、これじゃ違うの。自分のお腹のところに、ごく原始的な紐がついてるんですよ。それを指引っ掛けて自分で抜かないと、自分で抜くと、後ろのところの紐がカチャッと外れて、そのまま振り子がピュワーっていくんですよ。本当に怖いで。すっごい怖くて。でね、これ誰に言っても信じてくれないんだけど、これはずっとビヨーって向こうの方まで行くじゃないですか。向こうの頂点まで行くじゃないですか。スーパーマンみたいになって、僕はスーパーマンみたいに吊るされて、それで、そのまま当然まあ帰ってくるわな。まあ行ったきりなら幸せになるがいいんだけど、戻るきりなら、いつでもおいでよだから戻ってくるじゃないですか。今日ちょっと沢田研二ついてますけども、こう戻ってくるじゃないですか。で、当然、物理的に言っても、スタートしたところよりは高くは戻らないじゃないですか。だからそのスタートしたところにも戻れないんですよ。だからそれより少し下に行って、またその先にブオーって行くわけですよ。でその先何もないからまたボーって戻ってくるわけですよ。で死亡復するんですけど、僕は何もできない。その間何にもこうストップすることはできないんですよ。ずーっとこうブラン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 揺れてるわけですよ。ゴロゴロって揺れてるんですよ。で揺れが収まってきたら下にいる係の親父が竿を出すんですよ。でその竿に自分で捕まって自分の腕力で止まるんですよ。マジでマジで本当に本当に腕力で止まって「お疲れ様でした」で終わりなんですよ。それで2000円なんですけど、2000円のアトラクションなんですけど、俺に言わせればあれはアトラクションじゃないです。乗り物じゃないですもん。もうただの拷問具だって。俺スタートした後に白状するからって言ったもん。もう白状させるための道具なんですよ。本当にね、怖いなんてもんじゃない。今までは例えば逆バンジーとかやっても終わった後には爽快感とかあるんで、それなりにああなるほどこういう乗り物だなってのはあるんですけど、それに関してはね、こんなに俺を振り回しやがってちくしょう、ごまだれドレッシングか俺はっていう、もうごまもサラダオイルもきちんと混ざるよっていうもう状況ですよ。あれ自分から乗りたいでTOKIOがかかるかさ、そのさアトラクションで名が付くものだったらさ、なんか上の方から変なさサスペンダーみたいなその太い黒いやつとかガッチャンとか閉まったりするじゃん。違うんだもん。全然その変なそのTOKIOの時に沢田研二の衣装みたいな、もしくは魚屋のおっさんが腹渡がこう手前につかないようにつけるような変なゴムみたいなやつがついてるだけなのよ。でいて普通はそのガチャンってこう肩のところに降りたらその後はボタンかなんかでウィーンって上に吊り下げられたりするじゃん。違うんだもん。床が2メートルぐらいっていうか自分の乗った台が2メートル下がるだけだから、その振り子で降りてくる時も自分と地面の間は2メートルぐらいしかないのよ。あれがもし俺が窓でちょっとチンコでも大きくなってみするぜ、どう考えたってもうそういう状況の乗り物なんマジなんすから。もう原始的、自分で捕まり損なっちゃったらもう6年でも7年でももう揺れてる限りもうずっとその感性とちょっと違うのか、もう行って戻ってくるその振り子が終わるまで、あれ地球だから大気がその摩擦があったりするからいいよ。月だったら一生ですよ。あんな行ったり来たりとかずっとそういう乗り物ですよ。切れたらね、多分ね、サマーランドから小山遊園地ぐらいまで飛ぶ。すごいスピードだから、ピフーって言って、もうみんな、あ、なんだあれと思うと俺ですよ。俺がもう空すごい勢いで右から左に、後ろに飛行機雲をブワー流しながら、もうゲーラ街道の気分とかすごいわかりましたわ。あ、俺、ゲーラってこういう気分なんだっていう感じですよ。あれね、でもね、結構人気あるらしいんですよ。だけど、聞いたら、普通の体重の人がですよ、普通の体重の人がそこにこうやってぶら下げられて、今までテレビの仕事でレポーターとかをやってる人とかが行って5人に2人ぐらいはその自分でその紐を引っ張ってスタートする恐怖に耐えられなくて5分ぐらいそのぶら下がったままいろんなことをお土産みたいになったままねずっと酔っ払いのお土産上空30メートルで「おい寿司買ってきた」ってつまんでるお土産みたいになりながら。ずっと引っ張れなくてしょうがないからまた元に戻って帰るぐらい怖くて、俺の他に2人の女の子のレポーターもやるはずだったんだけれども、2人のレポーターマネージャーついてるからさ、マネージャーがさ、事務所的にはうちのタレントにはやらせられません、伊集院さんならまだしもだって、何がまだしもなんだよどう考えても俺の方が体重が重いんだから、俺空飛ぶお土産になっちゃうんだから、もうどっか行っちゃうんだからこれもう俺大げさに言ってると思うでしょ。絶対聞いてるやつだって絶対順位はお笑い特有の大げさに言ってる絶対思ってると思うんですよ。全然もうね、乗ってる時はねお笑い意識とか何もなし、もう帰ってきたら半分気絶ですよ。でカメラが寄ってきて「伊集院さんどうでした？何か面白いこと言ってください」って言うんだけど、面白いこととかじゃないよ。もう俺もうついさっき死んだばあちゃんに会ってんだからさもう死んだばあちゃんになっててもう面白いこともクソもないじゃんさ。なんか面白いこと言ってくださいってこの乗るのやめたレポーターと言いやがってさ、キュウリ風神だって全然面白くねえんだよオンエアされてやんのそれも死にてえよもうね、これからの時代はね、そういうねスリルとかね、そんなのをね機械とかそのアミューズメントマシンとかましてやワイヤーに求めたらダメ、ましてや鉄塔とかに求めてね一旦もうエスカレートしていくばかりですよ。要はなんか例えばそのアミューズメントパークが保証してて安全だけれども人間普通やったら死ぬぞっていうようなことを経験してみようっていうのばかりがどんどん先行していくわけじゃないですか。最初のうちはジェットコースターっていうのもそうだったのが、こうフリーフォールとかできたりとかさ、それからバンジージャンプとかできてくるっていうことはさ、この先20年も経ったら横のところに世界的な外科医がついてて、麻酔打って一回腸を出してみて、ほらって見せてから戻すとか、そういうような風にね、もうならないたってなる。でもうできる、もう遊園地にフリーパスでもフリーパスを見てて腸を取り出してもらって、でそれを目の前でブラン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 、ははーなんて言ってからね、縫合して、OK っていうね。じゃあ次はビックリハウスに乗りましょうとか、ティーカップに乗りましょう、ティーカップに乗った後には今度は膀胱を摘出してみましょうっていう、そういう遊びですよ。これからなっちゃいますから、やっぱりね、大脳を使った遊び、ね、脳を使った遊び、いや、脳を摘出して見てる遊びじゃないですよ。脳を回転させて遊ぶ遊びを、これから作っていかなきゃいけないです。脳にモーターをつけて、ぐるぐる回転させてじゃないですからね。しつこいからやめますけども、さっきの新幹線じゃないですけども、日常っては新幹線通勤の人とかは新幹線乗っても何も面白くない。ね。だからただ寝ちゃうじゃないですか。それを、いつも繰り返すだけじゃなくて、ちょっと考え方を変えて、お、隣にある笹かまが今、270キロで、ね。しかも、日本食堂の人がこう、前に向かって押してるってことは、今、270キロで移動している俺を、笹かまが追い抜いていったという風に見ていけば、かなり楽しく生きられるわけですよ。ね。それをしないで、絶叫マシン。これダメ。これダメ。ね、それじゃですね、いろんな遊びをちょっと見てみましょうか。ね。いきます。ペンネームペー。遊び。日中、街で日傘を差している女性を見かけたら、その人は昨日失恋をして、心の中で大雨が降っているのだと仮定してみる。なんかロマンチックな話から僕が読んじゃいましたね。あ、おばあさんとかも。おばあさんとかもそうなんですかね。昨日すごい大失恋とかをしてるんですかね。紫色の髪の毛のおばあさんとかも、かなりの失恋ですよね。じゃあ、続いて、ペンネーム成川翔一。遊び。ガムをくちゃくちゃと噛んでいるコギャルは、実は胃が4つあり、今朝食べた肉を反芻していると仮定してみる。はあ、センター街のものの見方も変わりますね。アムラーも。あ、じゃあガムをくちゃくちゃ噛んでる人はコギャルに関わらず、実はガムを噛んでるんじゃなくて、胃が4つあって、白滝とかを一回、ぬって戻る、ぬって戻して、まだ味って楽しんでるっていう、するとクールボーとかも、打席でこう、結構バットとか折り場じゃない、くちゃ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 やってるのは、なんか、フライドチキンの軟骨とかを、ぬってやって、コリ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 、まだちょっとコリコリするところが場所によってはあると思いながら、食べてるというふうに考えるといいですね。はあ、縁側のおばあちゃんとかもたまにこう空想ガムをこう噛んでるじゃないですか。あれとかも鳥の皮肉とかをぬっていって、まあ、あれは本当に反芻してる可能性はあるしな。じゃあ続いて、埼玉県姫野正弘。コートに全裸姿のおじさんは、実はどこかの国の王様で、悪い洋服屋に騙されてもらった見えない服を見えると信じ、みんなに見せびらかしたいがためにやっていることなのだと仮定してみる。なるほど。よくさ、モデルさんとかがファッションショーとかの時に、きちんとそのなんか越野純子とかデザインした服の上に毛皮のコートをこうやって着ちゃって、でなんか写真撮影の時だけパサッとこう脱いで、生かすっていう、こう、まあ、英語でだけども、生かすのっていう顔で見るのと一緒で、国王だよ。裸の王様だよ。そうですよ。いいじゃないですか。今、日テレのコマーシャルでさ、長嶋監督とSMAPのさ、出てるコマーシャルでさ、長嶋監督とSMAPが笑ってる前のところでさ、SMAPの裸の王様って流れてんじゃん。あれ、なんか長嶋監督のこと言ってるみたいで痛々しいよな。なんかすごくな。はい。ちょっと正常を歌ってみました。じゃあ、続いて。ペンネーム上岡龍太郎マーク2。遊び。スズメの群れは合体して巨大なスズメになると仮定してみる。ロートとかもそうかな。ロートってやつも、たまにさ、合体寸前のやついね、空飛んでる鳥で鳥の形してるやついね、なんか V 字型に飛んでるやついるじゃん。あれ合体寸前よ。あれずっと見てたらカシャン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 、ワッサーワッサーワッサーっつってビッグエッグの上に止まってビッグエッグを返してみたりねヒナを出してみたりとかするのかな、おい。キングスライムみたいな。続いて同じくペンネーム上岡龍太郎マーク2。遊び。サッカーボールの黒い部分はスクラッチすると今日の運勢がついていると仮定するああ、いいっすね。あ、だからこうちゃんと J リーグで使ってるようなドニゼッジとかが蹴ってるボールとかもこう100円玉でグワーってこうやってこすってみるとポテト S とかこう出てドニゼッジがポテトポテトなんて言ってもらいに行く可能性すらありますね。続いてペンネームガンスミキャット。遊び。うんこをしている時頑張っても頑張っても出てこないやつがいるがやつなんですかがいるが、あれはうんこではなくエッフェル塔の模型が出てこようとしてると仮定してみようおーとかやってる時な、そう思うと納得はいくなペンネームくるぶし。遊び。コンセントを差し込む時家のどこかに密かに仕組まれた黒ひげがゴーンとともに飛び出すと想像してみよう。もうだからコンセント刺す時もただブスって刺すんじゃなくて、これかなーなんて思いながら今を掃除するのにもかかわらず寝室にこう刺してみたりしてねちょっとああセーフかなとかって思ってみたりね。コンセント全部埋まってて、あと家中で2個しか入ってないからもうドキドキだよね。どっかで出ちゃうもん黒い家がね。ペンネームザ・イワサ。遊び。レンタルビデオ屋の無数のビデオの中の一本にその店の店長のプロモーションビデオが入っていると仮定してみようああ、なるほど。佐々木春とかそういうなんかこうね佐々木96とかそういうビデオを借りるとおっさんのプロビデオが、これ全然ね想像じゃないんだけどね、すごい安い会社のエッチなビデオってあるじゃないですか。980円で1本とかあるじゃないですか。ああいうのね買ってるとね、買ってね最後まで見てこうずっとその砂嵐になって先とか見てるでしょ。全然違う映画とかたまに入ってるよ。そう全然違う映画のエンディングだけアメリカだかヨーロッパだかの映画のちゃんと字幕が入ってて、じゃああなたが本当のお父さんだったんですねなんて言ってエンドなんか出たりして、この前が見てよ、すごいどの知ってる俳優一人も出てねえから調べようがないんだけどさなんていうの側に入ってて結構ね面白いですね。ラジオネームプロジェクト L 東京都三鷹市。遊び。ラジオの DJ は全員ファミコンの2コンのマイクを使ってると仮定してみる。コントローラー2のバンゲリングベイっていう方のハドソンハドソンっていう方のマイクをね続いて、ペンネーム有山誠二。あくびをするときに遊び。あくびをするときに口を手で押さえる人は口の中に小さい人を内緒で飼っているんだと想像してみよう。ああ、見えないようにしてるわけだ。あくびはしたいけどもとっさに隠しとかないと中のやつが「ハロー」って言うから、それだけは防いでおかなきゃということですね。ああ、なるほど。おペンネーム折り紙付きの折り紙かっこ新人藤沢市。遊び。交差点に差し掛かった時歩道の隅にある足型にちゃんと裸足になってぴったりと合わせるとコンサート会場の上下するステージよろしく自分の周囲1メートルの地面が地下に下がっていくと仮定する楽しそうですね。下がってた先には何があるんですかね。止まれとか書いてあってこう足型がこうやって2つついてるやつですよね。あそこにこうピタッと合わせるとトゥク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 とかしてゴーン、パックンフラワーとかが下にいたりとかノコノコとかがいて、あとパワーアップキノコもあってでっかくなって元に戻ってこれたりとかもする可能性がありますね。汚ねえ字だな。ペンネームグルーブ氏。遊び。道を歩いている老人を後ろに引っ張って手を離すとチョロ Q のように猛ダッシュすると考える。ケツポケットに10円玉入れるとウィリーしちゃうんだからね。もうすごい勢いでね。もう札幌市ペンネーム青みどろ。遊び。ファックスを送るとき、何気に送り先のファックスがパイプ椅子に座り、肛門に回線がつながっているスキンヘッドのマッチョマンでファックスを受信すると、目がピカーッと光り、口からプリプリとプリントアウトされて出てくるタイプだと仮定してみる。本当でもそうだよな。ファックスを送ってる時とかすごい退屈だけど、そうやって思えば面白いもんな、絶対な。そうだよな。あのね、全然ね、僕の好きな、すごい好きな話なんです。椎名誠さん、探検とかしていろいろルポライターを書く人の話によると、椎名誠さんでいいんだよね。あの人の、本でね、見たんだけどね、小笠原諸島のすごい先の方の、結構戦時中とかには人が何人かその日本の領土を守るために突端にいろいろ人が住んでたところに、赤電話、もう無人島なんだけど、うっそうとした木の茂みの中に赤電話が1個あるんだって。それでそこは10円玉入れるとちゃんと繋がるらしいの、海底ケーブルが生きてて。でいつもその本読んでからね、電話をかけてこう誰も出ない時ってあるじゃないですか。で、あ、俺間違い電話かな、あいつはいないわけないわけだから間違い電話かなと思う時って、あ、俺あそこに今かけてたらすごいなぁと思ったりするの。なんか誰もいないさ、日本の一番端っこの方にある無人島の森の中の電話がリーンリーンってなってたらさ、宿からなんか出ちゃったりして、で鳴き声わかんねえからどういう風に出るかわかんないけど、なんか出ちゃった時とかに、もしや宿狩りとか、もしや隠れてた人とか思うだけで、結構楽しいですけどね。まあ、ということで、ね、遊び、このコーナーは郵便番号 107-06、TBS ラジオ伊集院光のアップス、遊びの係まで、まあ、退屈な日常をですね、絶叫マシン以外に壊せるような、遊び考えて送ってください。モナリザのさ、とか、豊臣秀吉とか、徳川家康とかをさ、こう当時の肖像画をもとにコンピューターグラフィックスでさ、作ってさ、声とか、微笑みはどんな顔で笑ってたのかとかをさ、今の CM みたいに作る技術ってあるじゃんか。で、結構前からあるよね。子供の頃とか、郷土資料館みたいなとこ行くと、豊臣秀吉ですとか言うじゃんか。でもどうもさ、なんつうの、例えば俺がオールスターモノマネに出てさ、何のネタやりますか、あ、じゃあフランシスコ・ザビエルをって言ってさ、あ、フランシスコ・ザビエルっても、それは似てるかどうか全然評価できないのと同じで、どうもなんか俺の中では引っかかるものがあるんですけどね、あるんですよ。あれを例えば、コンピューターグラフィックスで今現在いる、安倍ジョージの絵を作って、安倍ジョージの、例えば、ものすごい気持ちいい時の声とかを再現すると、ああ、気持ちいいとか、それは、できんですかね。それをやってくれたらすごく信憑性高まりますよね。でもなんかな、ちょっとな、あれをそのまま鵜呑みにしても成り立ってこういう風に笑ってたんだなっていうのはさ、知りもしないBG4 のやってる外人のモノマネを似てるっていう評価を下すみたいでさ、ちょっとなんかな、引っかかるなと思うんですけどね。じゃあここでですね、伊集院光ることファミコンバカのですね、ファミコンニューサウト情報なんですけどね、別にそんなコーナーないんですけどね。今ね、5月の終わりぐらいに出るのかな、サウンドノベルスクールっていう、ファミコンソフトが今度発売になる、スーパーファミコンのソフトが発売なんですけど、これはゲームじゃないんですよ。ゲームじゃなくて、サウンドノベルって、まあ、知ってる人はダラダラ説明されるのも嫌でしょうけれども、サウンドノベルってなんかファミコンの結構新しいジャンルで、ただ単に画面に小説が出てくるんですよ。例えば僕は、彼女と、まあ、僕ってとこは自分の名前を入れられるんですけど、例えば、僕、伊集院光は、自分の彼女のナミちゃんっていう子と一緒に、今日はすごいデートをして、今隣でナミちゃんは寝ている。ね、僕はナミの顔を見てから、A、ナミを起こすことにした。B、このまま寝かしてあげることにしたっていうのを自分で勝手に選んで、ゲームオーバーとか勝ちとか負けとか点数はないんですよ。ただ、選んだ方によって、どんどん、例えば、起こそうとしたら、逆にこう前に注意がいかないで事故を起こしちゃったとか、起こしたら、彼女が怒って、ハンドルを右に切って事故を起こしたとか、それから起こそうと思いきややめてハンドルの真ん中についている9個のボタンのうちの7を押したなんていうのを選ぶと、そのまま車がジャンプしてどこかに飛んでいったりとか、そういうなんかストーリーが分かれられるようなサウンドノベルって流行りのゲームがあるんだけど、ゲームっていうかまあ電子小説みたいなのがあるんですけど、それを自分で作るためのソフトっていうのが今度発売されて、それのね、お試し版というか試供版というか、まあ製品になる予定のものを、会社からお借りしてね、それをね、一人で作って一人で読んでるんですけどね、全部ストーリーの先はわかるんですけどね、自分で作ってるから、これはね、ゲーム業界に入りたいとか、逆に、まあ、小説家志望とかっていう人もすごく面白いと思うし、友達のゲームが好きな人じゃなくてもやれるから、自分の作ったゲームをすごいおすすめなんですけど、昨日ね、夜中にね、ものすごい怖いやつ作って、うちの神さんに読まして、うちの神さんを寝られなくしてやろうと思って、怖いのを作ったんですよ。なんかすごい怖い。なんか自分が夜学校に忘れ物を取りに行ったら、木造2階建てのもうすでに使ってなくて立ち入り禁止の旧校舎のドアが開いてて、で、そこに入っていったらっていう話を作ってて、最初はまあ適当にこう4コマ漫画みたいなの作ってて怖きゃいいやとかって思ってたんだけど、あまりになんか作れるから、きちんとしてるから、もう熱中して怖い話をいっぱい考えて、ずーっとメモとかに書きながら、よし、これは逆にオフとかの日にきちんと作ろうと思って、夜、こう、怖い話を頭の中でいっぱい考えて寝たさ。したら俺、夜泣きさ。もう、渦救命艦さ、俺に必要だったのは。夜中気がついたら俺、細かい内容はわかんないんだけど、明け方か、4時ぐらいに、ワンワン泣いてんだって、神さんが言うには、うわー、青山先生、青山先生、青山先生は死んだはずなのにって言いながら泣いてんだって俺。でも青山先生っていう先生は俺の中担任にはいなかったもんだから、未だに俺の中で青山先生怖くて眠れないですよ。新幹線で寝なかったの半分ぐらいは、新幹線の中で青山先生が出てきちゃったりして、青山先生って言うと日本食堂の人もびっくりするんじゃないかなと思ってね、言えなかったんですけど、でもこれギャグもいけるし、すごい小説っぽいのもいけるし、これちょっとおすすめなんで、なんかゲームやらない人も一度お試しあれと。最後に地球が死滅するときに最後に生き残るのは俺だと考えてる人が世の中にはたくさんいますので、そういう人たちのエピソードをですね、たくさんもらっている、ちんにく番付のコーナーなんですが、これはリスナー書くのも大変だろう、本当に。でも楽しませてもらってるんで、東京都調布のペンネーム、職業風。僕はもう5年もハンバーガーショップでアルバイトをしているんですが、この4月に入ってきた新人アルバイトの高田くんが、もうちんにくで困り果てました。まず高田くんはカウンターに立っている間中、ニコリとも笑いません。まるで毘沙門天がエプロンをつけたような顔でお客様を迎え撃ちます。見かれた主任が笑うように指導すると、お客様一人が来るたびに、声高々に、わっはっはっは、わっはっはーと、サタンのような声で笑い、店の売り上げを 20% カットしました。その代わりといってはなんですが、昼休みには、パンとパンの間に、ハンバーグを6枚と、フィッシュフライを2枚と、アップルパイを挟んだ、オリジナルの高田バーガーを勝手に貪り、店の損害を 20% アップさせたりもしていました。こんな高田くんですが、仕事への取り組み方に関しては至って不真面目です。救いねえじゃねえ。接客マニュアルをどう曲げて解釈したのか、自動ドアが開き、他のアルバイトがいらっしゃいませという中一人、誰と怒鳴ってみたり、一緒にポテトなどいかがでしょうかという言葉を省略して、ご一歩とつぶやき。意味のわからないお客様が聞き返すと、それを OK とみなしてラージのポテトを無理やり売りつけたり、ドライブスルー用のマイクで自慢の喉を披露したり、結局高田くんは最前線から2週間も経たずに後方支援に回され、ハンバーガーを作る係になったんです。この時は店の全員がこれで平和が訪れると思ったのですが、それはヌガーのごとく甘い考えだったのです。すごい甘い考えだったんだな。ヌガーのごとく甘かった。砂糖とかの問題ないもんな。ヌガーだもん。裏方の仕事として商品が品切れになると、店の裏の倉庫から冷凍したハンバーグやフィッシュフライを持ってくるというのがあるんですが、日曜日などの混雑する日は、それが5、6回にわたることもあるのです。サボりたいという気持ちが、唐沢俊明が山口智子を思う気持ちよりも大きい高田くん。嫌で嫌でたまりません。昼の一番忙しい時期に、高田くんは、忽然と姿を消しました。店にいる人間としてみれば、高田くんがいないでくれることはかえって大助かりで、このまま消えてくれれば、いない間ずっと時給800円上げたいくらいです。誰も探しに行かないどころか、3時間もすると、高田くんという人のことを誰もがきれいさっぱりと忘れていました。夕方、いよいよ店の商品が足りなくなってしまい、冷凍倉庫に行ってみると、たくさんの段ボール箱の後ろから、かすかに白い煙が上がってるではありませんか。なんだろうと思って、いくつものボール箱をどかしてみると、一番奥の一角に、うっすらと雪化粧をした毘沙門天が、鼻からかすかに白い煙を出し、右手に高田バーガーを持ったまま倒れてるではないですか。しかも高田バーガーは、元の冷凍食品に半分戻っている様子。1時間やそこいらではこうはなりません。誰がこんなひどいことを。僕が慌てて揺り起こすと、高田くんはぽつりと一言。見っかっちゃったな、俺の隠れ家。店長は、高田くんはしぶしぶ店に戻っていきました。店長は、店で死者を出すわけにはいかないと、高田くんを元のカウンターに戻しましたが、3日も経たないうちに、店長、1万円入りますという言葉を省略して、自分のポケットに1万円入ったのがバレて、クビになっていきました。横綱わかんねえ。お客さん聞き返すわ。はい、かしこまりました。ああ、いいっすねー。でもさ、よくよく考えてみる。あ、筋肉な部分はどこかっていう。あ、でも、冷凍倉庫で、それだけ長い間いて、もう、すぐに戻れるっていうのはもうやっぱり筋肉っちゃ筋肉ですけどね。もうなかなか、ちびっこは絶対真似しないでください。ね。普通は折れますから、ポキって。絶対、バラバラになりますから、それ絶対やめてください。ねえ、じゃあもう2枚。栃木県宇都宮ペンネーム、ビーム大好き。うん、この間のゴールデンウィーク、暇で暇で仕方がなかったので、うちで飼っているクソ犬、ゴールデンリトリバーのプルオ、5歳をフリスビードッグに鍛えようと、パンの耳と、うんこ取りマシーンを持って、近所の河原に出かけたところ、気になるあいつがいました。僕が犬にフリスビーを教えている30分の間、年格好35、6のワイルドな服装をした、住所はと尋ねたら元気よく、どてと答えるようなおじさんが、うちの犬をじーっと見つめてるではありませんか。僕はあまりの熱視線にかなりの愛犬家なんだろうなと思いつつフリスビーを投げていると、突然おじさんがこっちに歩いてきてこう言いました。そのフリスビーを取ったら、ご褒美にパンをあげるの。僕は、一応フリスビードッグに鍛え上げようかなーなんてと答えている途中でおじさんは、いやわかった。システムは理解した。と言って、元の土手に戻っていきました。フリスビードッグを知らない人もいるんだなと思いつつ、練習を再開し、フリスビーを投げたその瞬間、土手からおじさんがフリスビーめがけて突進、フリスビーをキャッチして、僕の方に猛ダッシュしてきます。そして、僕の目の前に急停止して一言、パンくれパン、パン。僕は最初、ふざけているのかなと思いましたが、それ以降何度フリスビーを投げても、犬よりも早くフリスビーを取ってきては、パンはと言ってきます。どうやらおじさんは愛犬家ではなく、かなりの愛パン家だったようで、うちのプロも、おじさんをライバル犬と認識したらしく、このおじさんよりも早くフリスビーを取ろうと努力はしているのですが、所詮人に飼われている犬、野生のおじさんにはかないません。ごくたまにおじさんよりも早く取れることもあるのですが、その時は、フリスビーを加えたうちのゴールデンリトリバーを、おじさんが小脇に抱えて帰ってくるので、結局パンの耳は、おじさんのものになってしまいます。いい加減僕も犬も疲れ果て、パンの耳も底をつき始めた時、クラウチングスタートの姿勢でどんと来いという顔をしてるおじさんに、もうこれが最後だという気持ちで、渾身の力でフリスビーを投げると。フリスビーは僕の予想を超えて空高く舞い上がり、風に乗って道路の方にぐんぐんと飛んでいき、走ってきたダンプカーの荷台に乗っかってしまいました。うちの犬もこれは無理だと判断したらしく、5、6歩歩いたところから引き返してきました。でも、おじさんは違いました。ダンプカーの後を追って、かけていくおじさんが、みるみるうちに黒い点になる中、僕とプロオは土手に立ち尽くしていました。夕焼けがとても鮮やかでした。横綱。おっさんすごいわ。アイパンカーなんだよね。もうパンが好きなの。犬はどうでもいいんだけども、パンに関してはもう一言あるおじさんだから、もうそれはしょうがないですよ。ね。その方の目の前で売りすびを投げたっていうことはね。なあ。俺の友達でさ、フリスビードッグ2年ぐらい前のオールスター戦かなんかで、プロ野球のオールスター戦かなんかのハーフタイムショーでフリスビードッグやってて、で、それをさ、もうバカ犬。どれぐらいバカ犬かっていうと、長崎カステラを渡すと1本食うぐらいのバカ犬なんだけどさ、バカ犬にフリスビードッグ教えようと思ってさ、最初にじゃ投げても全然取ってこないんだけどさ、やっと以上投げたら走るぐらいになった時にさ、ビューンって、やっと、たまーに取ってくるぐらいになった時にビューンって投げたフリスビーが犬の後頭部を思いっきり直撃して犬気絶しちゃって、それ以来逆にフリスビー投げると逆方向に走るようになる、一目散に家に帰るようになった犬いるけどな。逆フリスビードッグなんだよね。えもう一枚、神奈川県横浜、ペンネーム日ハムが強いのは気のせい。気のせいじゃねえよ。4月の初めにうちの大学のサークルで花見をやろうということになり、その場所取りを1年生に頼むことになったのですが、うちの1年生はやれバイトだのやれバイオハザードだのと忙しく、結局頼むことになったのは我が校でも名うてのバカ100段階評価で2こと松前君でした。とはいうものの、この和製ペプシマンに一人で場所取りを任すのは3歳児にイスタンブールまで初めてのお使いを頼むのと同じぐらいに不安なため、心配になって指定した公園にそっと見に行ってみると、確かに言いつけておいた場所は空いているのですが、松前の姿は見当たらず、そこにあるのは汚い段ボール1枚というありさまで、その段ボールをよく見てみると松前のものとしか思えない汚い字と松前特有の文章で、ここ俺ゾーン入るな、入ったらぶとばっすと書いてあったただ一面花見客のこの一角がこんな紙切れ1枚でキープできるはずないじゃないか、あのバカどこに行ってやがるんだ、そう思った矢先からサラリーマンらしき男がその俺ゾーンとやらに近づきました。するとどでかい声で「入るなー!」という叫びが間違いなく松前君の声です。しかも間違いなくその声は桜の木の上から聞こえます。どうやら松前君、桜の上から自分の縄張りを虎視眈々と見張っているようです。サラリーマンを追っ払い、そのセキュリティの確かさに安心すると同時に、松前君の脳みその不確かさに感心していると、そこにまた俺ゾーンを荒らすものが、しかも先ほどのサラリーマンとはわけが違う、大抵のことは2つの拳で解決してきましたというタイプの人が4人連れでやってきたではないですか。おい、ここ空いてるじゃねえか、おい、ここで飲み直そうや。ずかずかとやってきたいかつい男たち。するとその真上からけたたましい声で、侵入者発見、侵入者発見。4人が上を見上げると同時に、松前君がスパイダーマンよろしく落ちてきて、1人の男を直撃しました。ここは言わずと知れた俺ゾーン。どなた様も入ったらダメなの。わけのわからない見えを切る松前君に当然殴りかかる4人。僕はあまりの出来事に尻尾を巻いてそこを立ち去り、仲間に花見の場所の変更を告げ、別の公園で花見をしました。夜も白々と明けた頃、宴会は終わり、タクシーで自宅へと帰る途中、例の公園の前を通りかかった時に、10時間ぶりに松前君のことを思い出しました。タクシーを降り、俺ゾーンに行ってみましたが、もうそこには誰もいなく、ただ寂しげに俺ゾーンの段ボールが落ちていました。そして段ボールを拾おうと手を伸ばしたその時、桜の上からガサッという音がしたかと思うと、松前君が落ちてきました。ここは言わずと知れた俺ゾーン。いや、ちょっと待て。俺。あ、先輩待ってたっす、みんなはときょとんとするスパイダーマン。結局僕はその日学校を休み、松前と2人で俺ゾーンで酒を組み交わしていました。横綱三発だ。そら横綱三発ですよ。ここは言わずと知れた俺ゾーン。なんか映画浮かぶもん、なんかね、上からどさってこう忍者がなんとか控えておるかシュタっていう感じで降りてきて、ここは言わずと知れた俺ゾーンだから。ああ、まだまだいるね。まだまだいる。郵便番号 107-06、 TBS ラジオ伊集院光のアップスちんにく番付の会話で待ってまーす。土曜のさ、スポーツ新聞、土曜日のスポーツ新聞見せたらさ、ホリプロで噂は聞いてたんだけど、ホリプロでコンピューターグラフィックスだけで作ったアイドルをいよいよデビューさせるっていう記事がさ、でっかい記者会見やったらしくてさ、ドッカーンってさ、今この横にこの土曜の日刊スポーツなんだけどさ、もう何ショートカットの CG の女の子の絵が出ててさ、で、いろいろプロフィールをみんなで決めていこうみたいな、決めて、で、みんなでこう、ファンとかになって応援していこうなんていう、そういうね、売り出そう、大々的に売り出そうっていう気なんだけどさ、DK96 っていうコードネームでずっとホリプロ内部では進行してて、で、今年の1月のホリプロのタレント名鑑とかにも、これ業界内に配るもんなんだけど、絵は出てないけど、その DK96 現在進行中とか書いてあった、割とホリプロの一大プロジェクトらしいのよ。で、それ名前が決まって、伊達京子っていう、いかつい名前になったんですけども、伊達京子はね、生年月日が1979年の10月26日で16歳。で、出身地が東京の福生市。で、近くに小学校や野球場があった。スリーサイズが83センチ、56センチ、82センチ。血液型は A。で、家族は両親と妹の4人。で、お父さん40歳は寿司屋さんを経営して、お母さんはそのお店のアイドルとか言われている。で、特技はスポーツ全般。で、いろいろ趣味とかもこう決めていて、何の感能なんですけどね。しゃらくさいっすね。いや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 、なんですかそのしゃらくさいっていう言い方、伊集院、なんですか悪い伊集院君。いやいや、一応僕今、羽の生えてる方の、鳥の羽の生えてる方の伊集院くんじゃなくて、今言ったのは、コウモリの羽の生えてる方の伊集院くんなんですけど、作って刺す矢を持ってる伊集院くんなんですけど、一応、そんなひどいよ、ホリプロが前全社を挙げて一生懸命作ってるものをさ、でそれがね、コンピューター雑誌、ね、ログインっていうコンピューター雑誌見たらね、業界注目のバーチャルアイドルもうすぐデビューって書いてあって、でね、芸能プロダクションのホリプロが数億ものお金をつぎ込んだバーチャルアイドル、DK96 のデビューが秒読み段階に入っている。しゃらくさいにも程がありますね。いや、だから、いや、でもしゃらくさいですよ。数億ですよ。数億要するにこの CG を作るために数億円かかったって、まあこのログインの記事には書いてあるわけなんですけど、この数億っていう額は、取り返せるんですかですかと、誰に聞いてんだよ。いや、じゃあ俺に数億かけてくれよ。俺に数億かけたら、俺だってそれなりに売れるだろう。この数億ってお金はね、バカルディがおじゃマンモスに出、ね、そしてつぶやき四郎がつぶやき、伊藤和恵が不良少女と呼ばれ、井森美幸がお札時の CM に出、池谷幸雄が数万回とバック転をし、和田アキ子がお任せそういうことで出来上がった数億をこれにつぎ込んでるわけじゃないですか。なんかでいて、なんかこう夢を託してる。でもう変な話、ホリプロのこういうのが好きな人がみんなで遊んでるわけじゃないですか。いや、僕がバンジージャンプを飛んだそのギャラのうちの何割かの2万円ぐらいも、だからこいつのケツ毛ぐらいにはなってるわけですよ。この CG のケツ毛開発費ぐらいには当てられるわけ、俺らに断りもなしに入ってるわけですよ。でもまあ、その、ホリプロのこう、やってる人たちは楽しいでしょう。きっとこういうことをやって世の中を動かすの楽しいじゃないですか。ということで、きっとそのみんながその数億分楽しむということは、僕も数万円分ぐらいは楽しむ権利がきっとあると思うんで、僕の方からも僕の作ったプロフィールを紹介していきましょう。ね、この DK96 なんですけどもね、まずね、血毛がうっそうと生えています。もうケツとケツの間から、もう、ひじきバーガーみたいにケツ毛がもう、ボワーって生えてますね。で、それからですね、乳輪がでかいです。乳輪がね、鮭缶ぐらいの大きさなんですよ。これはもうびっくりですね。で、愛読書がですね、ジェントですね。で、もう、ジェントを読まずにはいられないっていう人で、で、あと、まあ、趣味はなんか書いてありますね。趣味はスポーツ観戦でしたっけ、なんかさっきの新聞とか言ってましたね。趣味はなんか書いてあります。趣味はね、スニーカー集めって書いてあるんですけどね、嗅ぐのが大好きなんですよ。分別ゴミの日にもう落ちてるスニーカーは、もう嗅がなきゃ気が済まない。もうどうしても嗅ぎたい時には、荒川の川っぺりを歩いて、1個拾っては嗅ぎ、1個拾っては嗅ぎですよ。で、他にも趣味はいっぱいあって、アリの穴に爆竹を仕掛けて、出てくるアリを今度はレンズで焼き殺すっていうのも、ものすごい好きな伊達京子ちゃんなんですよ。で、小学校の時のあだ名が、ナボナ。ね、小学校の時のあだ名は、ナボナっていうあだ名だったんですよ。意味はわかんないんですけれども、ね、それとあと何ですかね、もうちょっとぐらい何万円分かは忘れますね。で、すごい思うんですけどね、このバーチャルアイドルって言って CG をすごい細かく作ってるじゃないですか。でいて、こんな庶民的なことをプロフィール作ってもしょうがないですよ。せっかくコンピューターグラフィックスだと普通のアイドルにはできないようなこととかをやらせなきゃ。土豆が飛ぶね。すごい。それはね、2キロ以内の標的は絶対倒すね。もう土豆は飛びます。それからお腹を押すと水が出ます。それとね、耳がアタッチメント式になってて、どんなってるやつもつけられるし、ね、それからウサギみたいのもつけられるし、それと水中を6ノットで、6ノットで進みます。しかも面かぶりクロールで、面かぶりクロールですごい勢いで進みますね。もっとほら、ホリプロの人も作るの大変じゃないですか。これ細かい設定、細かいところまでやるの大変ですから、僕がもっと作ってありますけど、お父さんがお寿司屋さんで、お寿司屋さんの名前がロマン寿司っていう名前で、すごいもう、ロマンチックな、金木犀の香りのするお寿司屋さんで、ロマンっていう字は、浪人の浪に漫画の漫と書いて、ロマン寿司なんですけども、のれんがプラスチックでできてるんですけどね、ゆらめいたね。で、ロマン寿司の死っていう字は、レタリングがとろーりと溶けてるんですけど、あと、まだ作っといてあげた方がいいですね。っていうか、本当はこれ CG に見えますけど、大沢逸美さんにロウを塗ってるんですけどね。それの写真を撮って CG だって嘘をついてるんですけれども、ぜひみんなですね、応援してください。応援してくださいっていうまとめ会を、なんか CD デビューとかをしたりするらしいですよ。でね、あとね、細かいダンスがすごく得意とかね、いろんなことがね、書いてありますけれどもね、他にもまだまだたくさん、96の必殺技があることから、DK、デスキック96っていうのが、本当の名前ですから、DK96。伊達京子なんかつけてますけど、旧ソ連にいた頃にはデスキック96と言われてて、96種類の殺人ゲリが出せることから、この DK96 っていうコードネームで呼ばれていた彼女ですから、それはね、いろんな番組にこれから出てったりすると思うんですけれども、いろんなタレントを蹴るでしょうね、きっとね。TBS の感謝祭の相撲なんか出たら、すっごいかかと落とし見れますから。もうかかと落としで肩の骨が粉砕骨折されたマネージャーが、60人からの人間がもういますから、これぐらいプロフィールを細かく設定しておけばみんなももう、楽しめると思いますから、ぜひこの DK96 が出た時には、DK96、いつ殺人技を見せてくれるのか、ね、それと DK96 に、つぎ込まれた数億年円ものお金のうち、0.0 何%は、つぶやきしろうが、作っているお金だということを頭に置いて、DK96 を注目していきましょうということで、ね、大丈夫かな。大丈夫じゃねえかな。まあいいや。好きな食べ物がメンマ丼なんですけど。もういいっちゅうねなんかね、で、記者会見で多分ね、一生懸命みんな喋ったんだろうなと思うんだけどね、なんかね、架空のアイドルのため、病気など体調不良で仕事を休む心配もない。実際には存在しないので、スキャンダルや生写真を撮られて、無断で販売されるなどの著作権の問題もないっていうような、もう堂々のホリプロ宣伝部のコメントなんですけど、このラジオを聴いてるやつにさ、もうさ、すごいさ、ハッカー、コンピューターの、回線を通じてさ、よくアメリカとかのあんじゃん、なんか、ウォーゲームって昔映画とかあったけど、軍のコンピューターに侵入しちゃったりとかさ、銀行口座のコンピューターに侵入しちゃったりとかするやつとかがさ、聞いててさ、この DK96 のコンピューターにさ、侵入して密かに書き換えてあんねん。DK96 が初めてテレビに出た時にパカってくっちゃけて中から子供が、ハローって、ハローって言ったりとかね。それからあと、なぜかマイクの代わりに右手に鮎を持っていたりね。そういうのを見てみたいっすね、僕はね。じゃあちょっとここで、ファックスいきましょう。ペンネーム、アブラムシ、ね、伊集院さん。それじゃ飛行機はどうなる？あ、さっきの新幹線の話。時速900キロで笹かまが空を飛んでるんだぞ。飛行機のトイレでうんこをしたら、時速900キロで大空を飛びながらうんこをしてることになる。あ、ちょっと質問なんですけど、飛行機の上で国際線とかで結構何時間もある国際線の中でおしっことかうんことかあれはどうするんですか？持って行ってその先で例えばブラジルとかに行くじゃないですか。二十何時間もかけて時速900キロで二十何時間もかけてブラジルとかに行くじゃないですか。あの中でしたうんことかはブラジルまで持って行ってブラジルの汚水処理場に持っていかれてでまた綺麗な水になっていくわけですか。うわじゃあブラジルまで何キロぐらいあるの？何キロぐらいあるの？そしたらうんこ一人旅だねなんかね。あじゃあさもううんこを成田から出た途端にうんこするじゃないですか。でいてロサンゼルスで一回降りるじゃないですか。でそこで僕とかが空港で人に撃たれて死んじゃうじゃないですか。でもうんこはブラジルまで。うわなんかご主人様の行きたかったブラジルをうんこだけが見ることも可能なんですかね。あと一説には上空から捨てるっていう説もあるんですよ。特におしっことかは噴霧っていうかボハーってしちゃうっていう説もあるんですけど、したらおしっこはビビってんだろうね。上空あの高さからもうそんな風神なんてもんじゃないね。もうねいやそうですよ。じゃあ飛行機もこれからかなり面白いんですね。飛行機でよくさ乗ってるとさケーキに異常をきたす恐れがあるので、携帯型、テープレコーダーや携帯型 CD プレイヤー等の電化製品を使用するのはおやめくださいって言うじゃんか。あれいつも思うんだけどそのケーキっていうのがパイロットが後で食べようと思ったケーキだったらすごいパイロットがもう内緒で持ってきてたもうミルフィーユもうすげえ後でもう胸のとこにポソポソ落としながら食べようと思ったミルフィーユが携帯電話のせいでちょっとイチゴがくにょりとしちゃったとかだったらすごくいいなと思うんですけど、あ飛行機系に詳しいとちょっと教えてほしいですね。うんことかはどうするのかよく思うんですよ。別に飛行機じゃなくてもタイとかでロケとかやってタイ料理とか食べるじゃないですか。でいてそのままうんこをしないで飛行機乗って家帰ってきて家の便所とかでうんこしてるじゃないですか。あなんかトムヤム君も旅をして俺の家でっていうなんかのいいですね。じゃあさ地球上のお水とかあるじゃないですか。ああいうのは日本でお水を飲んではタイについてからおしっこ、日本で何か食べたらタイについてからうんこっていうのをどんどんしていくとタイばっかりお水が増えていっちゃってっていうことはゴビ砂漠のやつは昔なんだよ。昔なんだよな。じゃあちょっともう一枚ぐらい。うわ今丸けな音聞こえた。俺の飲んでたペットボトルがすげえ丸けな音だ。よかった人生の話とかしてなくて間抜けだよな。これで俺がさなんかさ学校とかで辛いこととかがあってもさ俺のさこの声を聞いたら元気出してもらいたいと。もうこれはもうダメで立ち直れねえよこんなもんな。続いてペンネームボクシングはボクサーさんからね、自分がハマってるくだらないこと。今僕はレゴブロックにハマっています。ほう。現在のブロックにはいろんなパーツがあります。人形に持たせるための札束、猫車、ジャッキ、グラス、ムチ、銃、大砲、スパナ、カツラ、足ひれ、ナポレオンハット、鎧。ほう。生き物もたくさんあります。鶏、犬、馬、ペンギン、ワニ、インコ、骸骨、お化け、ドラゴン、タコ、サメ。ほう。この間僕が作ったのはとりあえずでかい板にオプションパーツのアイスクリームをずらーっと敷き詰めてその上に俺を寝っ転がらせるだってああ面白いすげえ。あ今そんな細かいのあんの。昔はこのもう俺はレゴってダイヤブロック派だったんだけどこう細いちっちゃい1個のポッチだけのちっちゃいこう1センチぐらいのやつをもうこれはジュースって思い込んでこう人形も人形っていうパーツはなかったと思うんですよ。適当にブロック組み合わせて人の形にしてその指先のところにそのポッチをつけてジュースを持っている俺っていうルールで結構やってたんですけど、あじゃあっていうことはナポレオンハットをかぶって猫車を押している男の猫車の中にサメが2匹いるというのもそれがアイスクリームを敷き詰めた上を走ってるのも作れるわけですか。うわ来月の給料の大半これにつぎ込もう。かみさんが何と言おうと来月のサラリーの大半をレゴにつぎ込もう。ありがとう。ダメだもう俺の中で DK96 がブームになっちゃってさDK3 っていうの俺見たけどね。まだずっと前のやつまだ試作段階のやつ移動がキャタピラだったんだよね。だからまだ踊りとかがちょっと無理なんで、結局お蔵入りになっちゃったやつが DK さんなんですけどもね。あとファンからもらって嬉しいプレゼントは桃屋のやわらぎなんですけどね。96がね、みんなぜひホリプロ宛てに山ほどやわらぎを送って、ね、伊達京子さんへって言って、ホリプロの人、大体この番組チェックしないと思うんですよ。俺のメインのマネージャーが聞いてない番組なんですから。そしたら、急に DK96 さんへって書いてあって、何のメッセージも添えずに、やわらぎ。やわらぎがすごい勢いで届いちゃったら、すごいなぁ。ねえ、じゃあ俺の街、夢の街オレシティなんですけど、まあ、この DK96 っていうのも、みんなの心の中にいる女の小僧を、ホリプロが一生懸命こう、実像化していこうっていう努力のね、賜物だと思うんで、僕も応援していこうと思うんですけど、また白い翼の生えた方の伊集院さんが、ちょっと出てきて、なんていうんですか、保身に回りましたね。それじゃあ、すごいですね。物知りさんがこのラジオを聞いてますね。特にうんこ全般についての物知りさんが多いですね。ペンネーム怪獣今田健在さんは、俗にハイテク機と呼ばれている新しい飛行機では少なくともトイレの汚物は上空3万3000フィートの空に放出されます。うんこがそのまま雨と一緒に降ってきたら面白いのですが、残念ながら気になってしまうそうです。でも気になるということはそのうち雨として降ってくるわけで、今日のにわか雨はうんこが少し混じっていたということになります。18歳でこれだけのうんこに関する知識を持っているとは、もう将来はもうプロのうんこですね。もうすごいですね。うんこおつしの免許も受かりますね、これだったらね。コーンはどうなるんですか？それだけちょっと気にはかかりますけどね。またコーンに詳しい人に教えてもらうといいですね。ここでですね、先週募集したですね、ゴールデンウィークスペシャルプレゼント、巨人戦のチケットプレゼントのですね、当選者発表ですが、鳩ヶ谷のペンネーム大野頑張れさんから、クイズの答え、パスワードの答え、森口博士。はい、正解です。よーく長い間ちゃんとパスワードを全部聞いてメモっていただきました。もうすでに使えないですね、巨人戦のですね、チケットの方を送らせてもらいますんで、頭の中で行った気になってね、元木にホームランを打たせるもよし、ね、柳田を転ばせるもよしですね、林道を日本に戻すもよし、前間にノーヒットノーランをやらせるもよしですね、想像の中でですね遊んでいただきたいと思いますね。普通の手紙とかもたくさんもらってますね。で一応読んでから燃やしてますんで、ぜひですね、読んでるのは間違いなく読んでますんで、どんどん送ってください。悩み相談とかがよく来るんですけれども、やめてください。僕自体が今悩みでいっぱいですからね、DK96 のことだけでもですねかなり悩んでますから、とりあえずまあでもきちんと読んではいるんで、それで安心するっていう人は送ってください。一応でいい伊集院が読んでるみたいで、ちゃんと。